はいどうもパチです、えー、今日はねあの仕事内容がなんか力仕事でねあ飛んだ医者っていうもんがあるんですけどその飛んだ医者のー、担いであの階段をひたすら上がる的な仕事でねあのー、まあ単純作業で僕的にはまあ平気だったんですけどあ飛んだ医者が担げないぐらいパワーがない人にとってはちょっとつらかった仕事じゃないかなと思うんですよね。で まあ力のない人からすると、あのー、何やってんのって、マジかよみたいな言われ方するんだけど、まあね、トビさんとかそういうレベルだったらモテますよねっていう、まあ僕もね、まあ一応そ,そういう仕事をやっていた、まあ、過去にちょこっとだけ触ったことのある端くれなんで、まあ、その中では力ない方でしたからね、まあ大丈夫でしょ、まあそれでもモテるんだから、 あの、力があるっていう感じの人だったら余裕で持てると思うんですけどね。どうなんでしょうねっていうことで。えー、今日の話なんですけど、あ、珍しくね、あの、時事系のニュースをやろうと思ってます。まあ、たまにやるんですよ。あの、ガーシーが逮捕されましたね。あの、東谷義和。 容疑者になっちゃいましたね。あのー、UAE にずっといたんですけど、その UAE から帰国。まあ、事実上の送還だっていう話があるんですけど、まあね、あの、本人が自分の意思で帰国したって言ってるんで、まあ、そういうことにしといてあげましょうよっていうことでね。あのー、逮捕容疑がね、えー、暴力行為等処罰法違反、確保常習的脅迫と。で、強要名誉毀損、威力業務妨害。 という、まあ、四つの罪らしいんですよね。まあ、他にもあるかもしれませんけど。まあ、あの、俳優さんとね、えー、デザイナーの方と、えー、経営者の方を、えぇ、ー、そういうふうにね、その、脅迫したりとか、教養とか、名誉毀損があったりとか、えー、威力業務妨害があったりとかいうことで、えー、逮捕らしいんですよね。 えー、このねその暴力行為と処罰法違反という法律に関して僕はちょっと気になっているわけであまあこれがね常習的に傷害暴行脅迫器物損壊を犯しているものがさらにその罪を犯した時に適用されるというなんかそのできたのが大正の頃らしいんですよねでもともとはその学生運動とかデモを取り締まるためにできたええー やつでそのやっぱりその学生運動を取り締まったこともある2000年代になんか学生運動を取り締まってまあ結局その捕まった人たちは無罪になったらしいんですけどまあそういうことがあったりとかあとねヤクザの構想的なもんに、えー、適用されたりとかあとなんか珍しい例だと DV とかにも適用されるらしいんですよねあ DV でそんなことあるんだってこれ結構ねその罪に なるための要件ってのがあってその要件がその1対1じゃなくて複数対1とか複数対複数であることなんですよねだから今回この常習的脅迫っていうねその暴力行為と処罰法違反っていうのはガーシー一人の容疑というわけではなくガーシーとその視聴者によるものっていうそのチャンネルのね そのライブ放送の視聴者が一緒になってその脅迫行為を行っていたっていう容疑になるんですよね。えー、これね結構その ネット社会ではあることで、その一人のカリスマがいて、で、その人が、あの、こいつは悪いって言ったら、そのリスナーたちがね、その寄ってたかってその人たちを攻撃するという行為が、まあ結構至るところで行われているわけですよね。まあ、例えばそうですね。うーん、まあ。 例を挙げるとね、偉いことになってしまうんで <laughs>、やめましょうかね。今僕の頭の中では4つぐらい、あのー、例が思い浮かんだんですが、ちょっと伏せておきましょう。で、僕の中ではね、その、これびっくりしたんだよね。ね、まずその SNS でこういう行為があっても適用されるんだっていうのがね、今そのネットの例を頭の中で思い浮かべたって言いましたけど、あのー、ネット、 本当でこういうことがあったとして、この犯罪がその成立したというか、というのは、おそらく初めてじゃないかなと思うんですよね。まあ、ひょっとしたら過去にもあったのかもしれないですけど。で、 だからね、僕が思ったのはガーシー見せしめでやられたんじゃねえのぐらいの、あのー、世の中のね、SNS とかに対するいろいろ目が厳しくなっている中で、その一番有名人である人間を逮捕することで、その世間に対してね、そ、ちょっとくさびを打ち込むというか、そういう意味合いで逮捕されたんじゃないかなと思うんですよね。あのー、まあね、逮捕されたところで、あのー、ね、何ヶ月か、 ね、豚箱入って出てくると思うんですけど、ああ、例えばね、その、エモンとかが捕まった時も、ホリエモンのやったことって結構、あのー、他に悪いことやってるやついっぱいいるよねっていう状態で捕まってたから結構見せしめ的なところがあったよね、俺は気はしてるのね。まあ、実際そうなのかそうじゃないのかっていうのはなかなか微妙なとこなんだけど、だから俺はそういうふうに見てるんだよね。 で、今回のガーシーなんだけど、あの、国会議員として俺一つも仕事しなかったのちょっと不満なんだよね。あの、国会に当選するっていうこと自体はさ、ま、あ N 国さんの戦略っていうのもあったから、別にいいっちゃいいんだよ。で、その戦略がうまいことハマって、えー、国会議員になったわけだけど、それで国会に一度も出ることなく国外逃亡して、で、で、その帰国しないまま国会議員をクビになってっていう、 であれがさ、あのー、UAE から喋ってる内容が、その国会にまつわることとかだったらまだわかるじゃないですか。結局、芸能人のスキャンダルをひたすらこす,りこすってるだけだったじゃないあの。それってね、結構俺不満で、なんなら国会に行って、おい、こいつもまた今日も寝とったがや、どうなっとんだっていうことをライブ放送で糾弾してくれるんだったら僕は全然ありだったんですよ。で、これをやってほしい人間っていうのが何人か あの存在して、ま、あ要するにガーシーなんかもやってくれてよかったし、同じようなことを、だからその国会で喋れるか喋れんかわからんけど、とりあえず国会議員になっちゃった人っていうのがいっぱいいるわけじゃないですか。だか,だから僕の中で同じように、あの水道橋博士とかにはね、あの知名度、要するに知名度があって、その、あのライブ放送とかで取り上げたら、メディアが取り上げてくれるような影響力のある人間に、その、 国会でその審,理中審議中に寝てるような国会議員を糾弾してほしかったんですよ。だって給料ね税金の無駄じゃないですかあの国会の中で寝てるやつらって。だからあのー、与野党関係なくね、まあ、俺どっちかっていうと右寄りの人間だけどで,、まあ、でもそれでもさ。その グースかピースか寝てる国会議員を休団してくれるんだったら、それはそれでありかなと思っちゃったんだけど、まあガーシーはね、一回も出席することなく、まあ国外逃亡だし、まあ水道橋博士はちょっとかわいそうなとこありますよね。ちょっとうつ病ということで、えー、休んだ、休んで、その後国会議員も退職という,うにね、あのー、 辞職とということになってしまいました、まあだからね水道橋博士のことはまあまあともかくねあのまあ言っちゃいけないなと思ってですねまあゆっくり料理をしていただければと思うんだけどうんだからガーシーもねそういうところで生きる道はあったと思うんだよねまあだけどねそのそもそもほ国会議員になったという目的自体も不純だったような気がするしうんまあ <laughs> <laughs> ねえ仕方ねねえのかなっていう感じはします、ね、でさっきのさ常習的に障害暴行脅迫器物発音を犯しているものがとかこの常習的脅迫ってさネットでいっぱいあるっていう話したじゃんかそので俺自分の方をさ考えた時にあのー、ね去年言われた気がするんだよねあのー、複数の人間から。 電話かけないと大変なことになるから電話かけろみたいなことを言われたような気がするんですよ。気のせいですかね。<laughs> っていうことを思い出したんですよ。あの、あれこれってダメなんじゃねって思ったんですけど、まあそのこと自体はね、あの善意で言ってくれる人間もいましたし、多分。で善意じゃない人間もいたと思うんですよ。 でその電話をかけることによるデメリットって、要するに電話番号が知られることなんですけどあの、それがひょっとしたら目的だった可能性があるわけだし、でまあ、そ,れじゃそれじゃない可能性もあったわけで、でまあ、僕はそのデメリットを考えて、ビビってあのあの電話かけなかったんですけど、あのー、その時電話かけてたらどうなってたか、結構怖いですよね。<laughs> まあ一応ねそのそれがもし脅迫だったとし,たしても僕の中には一応処罰感情というものは,、ね、は一応今のところないんでまあ黙ってますしあのー、まあそういうことをね他で常習,常習的にやっていないんだったらまあいいかなと思ってるんですよね。まあ被害者の会みたいなのを作ってどうこうとかまあ一応今のところは考えてないんで大丈夫ですけどね。 だから、世の中には、だから、俺ですらあるんだから、その、やられそうになったことが、あの、そういうことをやってる人間っていうのが結構いるんじゃねえかなと思って。うん。で、その、ね、対象に作られた法律っていうのが、なこうやって生きてるわけですよ。ああ、それこそね、有名なやつだと、あの、血闘剤 あの、河原で待ち合わせして喧嘩するぞみたいなやつ。あれで逮捕される人間とかは、なまあ、すっげー久しぶりとかにいたりするんですよ。で、あれなんかもう僕、学生の時とかにあの、隣の中学校のやつと、あの、うちの中学校のやつが、なんか5対5で喧嘩をするみたいな選抜メンバーで、なんかそういうイベントがあったんですよ、実際に。 あれもね、実際には血糖剤で捕まる可能性があったわけで、で、実はね、その、メンバーをスカウトしている最中、最中に、あの、俺も遊んでて、その、 あななたはいらないいらっててう風に言われて <laughs> まあ弱いからね俺クソ弱いから <laughs> あのその判断正確なんだけどちょっと失礼じゃねえかって思ったようなあのことがあってねでもそういうなんかさりげないというかそういうイベントでもねなんか捕まることあるんだなっていうで今回みたいなねその人に対してその何々しないとどうなるぞみたいなことを 言っっちゃううていうその脅迫行為でそのそれをその親玉が言ってその,その下のリスナーがあのその糸を組んで勝手に動いたらその親玉が捕まる可能性あるんだよ。 だから、それを気をつけなきゃいけないよねっていう。だから僕がね、あの、好きなチャンネルっていうのが、ね、YouTube チャンネルっていうのは何個かあるんだけど、で、その、そこの親玉が、あの、何か人を糾弾してるときに、一緒になってその人を叩いてたら、俺はその親玉と一緒に捕まる可能性があるわけよ。だから、そういうことを気をつけなきゃいけないなっていう。 だからその正しい正しくないとかじゃなくてその,その一緒になってどう,どうこうする行為がまあその相手がねその被害感情を持った時にその犯罪に化けてしまう可能性があるんで気をつけなきゃいけないなっていうことを思ったわけですねまあねガ餓死すぐ出てくるだろうからあれだけどね 今後何するんかねでもなんかあのライブ放送ね今年の年賞がなんか10億ぐらいあるとかいう話があったから金は持ってんだよねきっと。なんかそう思うとねなんかやったもん勝ちっぽくて理不尽だなっていうことはね思うんだけどまあそれは <laughs> なんかその逮捕とね逮捕とその財産を得るリスクといろいろにかけてそういうことやってんでしょうから。 そういう意味では頭いいのかなって思いますよね。稼いだもん勝ちみたいな。で、その犯罪行為をやって稼いだ金が全部没収されるかって、いや、そんなことはないんですよね。あまあ、実際問題ね、それが立件されない可能性もあるわけですからね。まだ逮捕されたっていうだけで。っていうことを考えると、うん、やりがちか、とかいうね。<laughs> ちょっと、ね、複雑な気分にはなりますけど。はい、じゃあ、終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。